それではメインイベント、赤コーナー、小金選手。71.35 クリアです。で続きまして北岡選手。71.35クリアです。それでは撮影します。じゃこのマットを挟んで向かい合ってもらって、ファイティングコース、最初はい、はい、では正面向いていただいて、すみません、こちらお願いします。ありがとうございます。はい、うん、はい、それでは選手より一言ずつお願いします。まず小金選手より。今回こういうふうに大会に呼んでいただいて、まあ、クラウドファンディングで大会作っていただいて、あの試合をする場所を提供してもらったことを本当に感謝しています。まあ、ただ明日は真剣勝負なので、ちょっと全力で僕は勝ちに行きたいと思っています。はい、それでは北岡選手お願いします。明日は、小金翔と北岡の真剣勝負をニコニコプロレスチャンネルで見てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続きましてセミファイナル赤コーナー、モチ選手お願いします。はい、77.8 キロクリアです。続きまして近藤選手、77.9 キロクリアです。じゃあフェイスアップ写真撮ります。あ、このマット挟んでもらって向かえてもらって、最近来る、はい、ありがとうございます。それでは、まあ、正面見てもらって、正面で、はい、それでは選手より一言ずつ、お願いします。ちょっともう一回お願いします。はい、お願いします。すいません、ありがとうございます。はい、では選手より一言ずつお願いします。まず持ち選手、はい、和人会所属、栃木企画から来た持ち行ったと申します。今回のカード、正直言ってバグみたいなものだと思うんですけど、組まれたことしてもうどうせなら結果もバグみたいな結果にしたいと思いますので、皆さんぜひその瞬間を明日8時から夜20時からニコニコプロレスチャンネルにてご覧ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは近藤選手お願いします。試合ができる喜びでいっぱいです。明日一生懸命やります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。第2試合、赤コーナー、大井選手。61.25 クリアです。
矢沢選手。61.35 クリアです。はい、それで正面向いていただいて、こちらを見ます。北岡さんから連絡来て断る選択肢がなかったので、まあ、選ばれたことはすごく嬉しいと思います。あともうはしっかり戦って勝つことまでが求められているのかなと思うので、しっかり勝つというところまで明日見せたいと思います。お願いします。はい、それでは矢沢選手お願いします。まあ、明日は全力でぶつかって勝っていきます。見ててください。はい、ありがとうございました。第1試合、アクコーラ、野田選手。はい。73.15 クリアです。木村選手。72.7kg クリアです。はい、それではフェイスオフの写真撮らせて見返ってもらって、正面向いていただきます。はい。あ、ちょっと待ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、一言ずつお願いします。浜田選手から。はい。試合ができて嬉しいです。頑張ります。お願いします。はい、それでは木村選手お願いします。まあ、プロデビュー戦で、まあ、相手戦績もキャリアも全然折り折りで、でも全然勝負できないと思ってないので、明日は全力で頑張ります。はい、ありがとうございました。それでは、明日出場全選手で、集合写真撮ります。選手の方、先ほどの場所にお集まりください。マスクつけてもらって、ちょっと、距離を空けながらの集合写真になります。真ん中メインで抗議的な感じ、一番後ろからこう、試合順に、扇形に、扇形に、
ちらお願いします。ありがとうございます。はい、明日行われます、松本幼稚園プレゼンツ、イズボスファン、主催者の北岡悟選手に来ていただきました。計量お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。そうですか、全選手一発で計量 OK だったんですけど。そうですね、はい、良かったです、はいはい、もちろん選手としても自身の、まあ、体重調整、試合に向けての練習もあると思うんですけど、はい、主催者としてもなかなか気が気じゃなかったと思うんですけど。あ、そうですね、はい、まあ、でも、まあ、いろんな意味での信用、信頼のあるメンバーを集めたので、まあ、そこまでは。なるほど、はい、そういう信頼、信用を持った、まあ、こういう場に出てきてくれるメンバーなので、はい、これもただのそのプロモーションとか、興行を単発で打つんじゃなくて、北岡選手 の北岡選手という一人の人間をこう中心として集まったメンツでやるという、そういう意味。あ、そうですね、まあ、結果的に相手方コーナーの選手もそういったメンバーが、まあ、結果的なんですけど集まってくれて、一つのものを作るっていうことはとてもできたかなと思ってます。まあ、明日までやりきってということにはなるんですけど、はい、もちろんご自身の試合も、はい、たくさんの方に見てもらいたいという気持ちはあると思うんですけど、はい、この全4試合、一つ一つやっぱこう意味がある試合だと思うんですけど、はい、ありがとうございます、はい、もしよかったら、なんとなくテーマ。テーマ、はい、そうですね、1試合目、友田ね選手対木村優斗の試合は、まあ、自分の後輩、自分の今の、かつての後輩と今の後輩の試合っていうことですよね。まあ、僕の影響を受けて格闘技をやってる2人のぶつかり合いっていうことで、まあ、このイベントをやるにあたって真っ先に浮かんだカードですね。第2試合については第2試合は、まあ、アマチュア選手なんですが、まあ、まあ、良いものは持ってて、でも、まあ、ちょっと試合でまだ結果出せてない矢沢という子が、うちの子が、まあ、まあ、まあ、皆さんにとってはプロの選手って印象はないんですけれど、大井さん、大井選手は、まあ、名前だけじゃなくて、まあ、実際かなりの選手だと思うので、やってみたいって矢沢が言ったので、挑戦する機会を作ることが、大井さんが受けてくださったことで挑戦する機会ができたという試合です、はい、第3試合には、まあ、北川選手も、そして我々にも大先輩の近藤選手も、はいはい、出場するということで、そうですね、まあ、このイベントをやるにあたって、まあ、自分の試合だけじゃなくて近藤さんの試合があればすごい形になるなって、本当にかつての、ファンクラスイズム工業みたいなものがあったじゃないですか、ああいったもののようなカラーが出せるなって思ったので、はい、そしてご自身の試合メインイベントなんですが、はい、いわゆる、まあ、主催者として、はい、する興行だと、はい、まあ、勘ぐった言い方ですと主催者がよく映る試合を組むのが、まあ、常だと思うんですが、はい、非常にそういう意味では難敵というか簡単にはいかない、相手接戦、大接戦が予想される試合だと思うんですが、はい、この辺のその試合を組んだ意味というのは、いや、単純に最初にこのイベントやるにあたって浮かんだ、まあ、自分とこういった場でもやることを
意図わず出てきてくれるような、信用信頼がある人間でいてベルトを持ってるような強い選手っていうので浮かんだ選手です。でまあいろいろ試行錯誤はしたんですけど結局、まあ、若くて強くてっていうふうに考えると最初に浮かんだ大金選手だなっていうふうに思ってまあゼストっていう団体のチャンピオンなのでゼストの了解も開拓でもらえてとてもいい形で戦うことができます。はい、関係者のご協力のおかげで、まあ、いわゆる一切の妥協のないカードを組んだと。はい、でも格闘技ってそういうものだと思うので、はい、でも明日これを見るたくさんの人が多分見てくれると思うんですが、はい、まあ、メッセージとか主催者としてそして北岡悟一選手として、メッセージがあれば。そうですね、まあ、付随する、まあ、なんだろう、ストーリーや物語があるからこそ乗ってくれたり楽しんでもらえるものではあるんですけど純粋に試合ってものを見せるパッケージにはしてるつもりなので試合を本当に格闘技を楽しんでもらいたいなっていう4試合2時間っていう番組なので見やすいと思うんです。格闘技としては、まあ、ずっとそのライブで会場にいるのもしんどい、まあ、この場合はまあ、ネット視聴するわけなんですけどとても見やすくなってると思います、はい、なので集中して格闘技の試合見てもらえたらなと、うん、楽しんでも純粋に楽しんでもらえたらなと思います。はい、ご自身の試合について何かメッセージが。自分の試合、はい、いやまあ見て何か感じてもらえたら楽しんでもらえたらなと、はい、そういう自信はあります。さすがですね。何年経っても変わらぬ北岡悟で今僕は興奮してます。はい、ありがとうございました。松本幼稚園プレゼンツ、出雲スパン、明日8時から生中継になります。北岡選手ありがとうございました。これからは視聴の説明になります。大丈夫です、それ一緒にやる余裕あります。お願いし、バッチリお願いします。はい、わかりました。北岡選手でした、ありがとうございました。はい、ではこちらですね、明日行われます松本幼稚園プレゼンツ出雲スパンスペシャルスポンサード、U ポジションですね、視聴方法です。まずこちらニコプロツイッターを、されている方はですね、ニコプロのツイッターなどで番組ページにアクセスし、赤枠で囲まれているチャンネル入会ページをクリックしてください。そうすると次ですね、ニコプロ会員にならなくても550ポイントのネットチケットを購入すれば視聴が可能です。なので会員にならなくてもこの大会単体で、見ることができます。なんと550円で見れるということですね。赤枠のログインしてくださいをクリックしてください。ニコプロ会員なら上の赤枠部分に必要事項、必要項目を入力してログインしてください。初めて利用する方は下の新規会員登録をクリック、ニコニコ会員になってください。そしてニコプロ会員ならば31日の20時から視聴可能です。タイムシフトも3週間見られます。ニコプロ会員にならなくてもニコニコ会員にさえなればネットチケットを購入できます。まあ、要するにですね、他の、ニコプロの番組も見れるし、もちろん出雲スワンだけも見れる、はい、まあ、そう選択方法はあなたが持ってますので、はい、決してこちらからは強制しませんので、あんまりこういう笑い明日は入れないようにしますけども、今はなんとなく大丈夫ですから入れます、はい、ということです。550円で、なかなか総合格闘技の試合、しかもですね、北岡悟プロデュースの試合ネットで、見れる、これなかなかないです。まあ、自分の後ろにはもうすでに掲示が、あります。明日試合が行われる掲示があります。いわゆるその練習用 の、 4分の1の掲示とかでなくてフルですから、ね、あります。この掲示の中で北岡悟、そして近藤勇樹、他北岡悟が集めたメンツの
メンバーに総合格闘技の試合が見れる。これが550円で見れる。僕も入ります。もちろん入ってますけど、もう一回入ります。アカウント作ります。ぜひ皆さんね、ご視聴よろしくお願いします。以上、佐藤光でした。